こんにちは、乗鞍満喫です。台風が過ぎ去って、雨が止んだ乗鞍高原です。台風の影響ですが、乗鞍高原は昨夜雨がですね、多少激しかったですが、さほど影響はありません。今日はこれからですね、久々に、一ノ瀬インチの大カエデが、どのようになったか、まだまだ紅葉には早いとは思うんですけども、その状況を撮影しに行きます。大カエデのですね、行く途中までの風景も撮影しながら、行きたいと思います。乗鞍高原もですね、だいぶ気温が下がりまして、今日今お昼前後ですが、多分20度はいってません。17、8度だと思われます。1日でかなりですね、気温が下がりました。一ノ瀬インチですが、一部ですね、ご覧のように紅葉を始めた木々もあります。一ノ瀬インチの土地園まで来ました。全体のですね、色合いがですね、ちょっと黄緑色とか茶色とか焦げ茶とか、そのような色合いになってきてると思います。今まではですね、本当に気温も高く残暑が続いてましたので、今日からですね、気温がどこまで下がって紅葉が進むのか、ちょっと感覚的にはですね、例年より1週間は遅くなるのかなという気はしますね。まあ、山はちょっと分かりませんが、高原の紅葉は、若干遅く、例年、まあ、特に去年と比べてですね、遅くなるのではないかなと、予想します。では、これから大カエデに撮影しに行きます。このように新しい看板がですね、表記されるようになりました。雨上がりということで足元はぬかるんでおります。乗鞍満喫はですね、今日は長靴で撮影しております。正面に見える、大きなカエデが、わ、すごいぬかるんで溜まってますね。ちょっとここ裂きます。正面に見える大カエデがですね、紅葉で最近、まあ最近というか、こう近年ですね、観光スポットになってる大カエデです。まだまだ、紅葉はまだ、本当まだ始まったというか、葉の先がですね、少し色づき始めた段階です。見た目はもう去年よりずっと遅いですね。少し接近してみます。動画でどこまでわかるかなんですが、ちょっと逆光気味かな。ちょっと反対側行ってみますね。あとですね、今年はスモモが、の実がですね、なりが悪かったような感じがします。まあ、その影響もあってか、
ちょっと熊の出没率が高いような感じがします。さあどうでしょうか。まあまだまだですね。去年よりかなり遅いと思います。2週間ぐらい遅れてるような気がしますね。まあただ、今後の、気温の下がり方によって変わりますので、できる限り、ポイントとなる日にですね撮影したいと思います。乗鞍ヒルクライムですね、2022の放送されました、9月17日放送されました。ネットで無料で見られるサイトが分かりましたので、そちらも説明欄にですね URL を表記しておきます。興味のある方はですね、ご覧になってください。以上、乗鞍満喫でした。今日は9月20日ですね、火曜日です。ではまた。